死の果て。とある山間部の集落。あの日の放送を見たかフレオニール様がご復活をこれき、これできっと、我々に自由が、あ、あ術式機構とは、まあ、要するに機械みたいなもんだし、わからない対語はすぐ確認と。術式は戦闘用のものだけじゃない。 虚空から膨大なエネルギーや様々な現象を生み出すその力は、この異世界の根幹を担ってきた。術式の発動には、特殊なエグゼムが必要で。術式時代は、そのエグゼムと、使用者のみが発動させるのが最も出力の効率がいいんだが、中でも軍人の装備はこっちがベースのものが多い。扱いが難しく、使用者の負担も大きいため、 一般的には大型になるものの安全型と利便性が高い術式機構が広く用いられているそれとこの前のグリーガーのような個人では出力を賄えないものは基本的に術式機構で動いているらしい 3000km だとそれにしてもなんと異様ううな形の方針だがメ 名誉つうかレールガンみたいの望むところが兵の質ならば劣りはせんなあそれは結構なのだがそうじゃの一人がなぜ我が輩の娘レオナなのだ 我輩のまな娘によくも責任者出てこいそいつらもうやっつけたろ落ち着け我が輩は反対だせっかく救いに出せたまな娘を正常になどレオな、なんていい子だなおめでとういっぱい持っていこうなピクニックか何かと勘違い始めてないかあ、まあ、しっかし、なんつうか似てねえ親子だよな。 レオナの方は、やったら人間に近いっつうか。マジかよ異種族人の一人だろ対戦前、異種族と人間の場は共存していたからな。そういうのも珍しくなかったのさ。レオナの耳を見な。人間族の耳と、獣人族の耳と両方あるだろう。骨格やら対望やら、種族により違いはあるが。 獣人族と人間族のハーフに関しては耳が一番手早くに負ける目安だまあ対戦時は敵の血が流れる異様四つ耳と呼ばれ人間と一族の両方から迫害されたんだがな俺は耳をそがれたよライオットの旦那はその四つ耳の娘がいながら今の地位と信頼を得ている正直 大した人だぜ。ありがとう声優よ,いよめっちゃ聞いて。